はい、皆さんこんばんは、みそねぎです、ね、ここ今渋滞してるんですけど、どこかっていうとこれ九州自動車道なんですよね。今どこだ、古賀インターを越えて若宮インターらへんかな、若宮とかもう倉手もう降りる直前なんですけど、事故車がいるようで渋滞してるみたいですね。はい、これ実は立て続けに今2回渋滞に出会っております。ということでね、今日は 25R 仲間 4RR 乗りの人と、それと 10R 乗りのね、もう一人3人で、大分方面から、瀬戸本までツーリングに行ってきました。 10R の、ね、人がね、納車が最近で、今慣らし運転の最終段階に入っているということで、慣らしを終わらせたいということで付き合ってくれと言われましたんで、ね、老体に鞭を打って、大分までねツーリングにダーツをねしに行きました。で、まあ今帰りがねこんな感じで、高速で帰ってるんですけども、渋滞がねトスら辺だったかな。まずトスら辺で1回渋滞、あ3回だわ。だからそしてさっきね、木山パーキングの前ぐらいでなんか落下物かなんかで渋滞してて、でちょっとさすがにね渋滞十何分とか書いてたんでちょっとしんどいかなと思って、そのまま木山パーキングでね20分ぐらい休憩したのかな。でそれで一応ね渋滞がほぼ解消されたんで今会長に帰ってたんですけど、またしても渋滞つってももう解消してるな。ああよかったよかった、解消してますね。はい、ということで高速道路でございます。なんでこのタイミングでお前撮影開始やねんっていう話なんですけど、まあ、特に意味はなく、なんか1本ぐらいねちょっと動画撮って帰りたいなと思ってたら、ね、ちょっと渋滞にはまりそうだったんで回したんですけど、まあ、渋滞にはまることなくこのままインターまでね行けそうかなっていう感じです。はい、で今日のお話なんですけれども、先日からお騒がせしておりました、ドレンワッシャーの件、一応ねいろいろな方に、まあ、意見を聞いて、まあ、ほぼほぼやっぱりそのなんだろう、そのワッシャーを潰すようなオーバートルクで締めるっていうのはありえないということで、ね、大体ほとんどの皆様が、同じような、お答えをいただきました。ただですね、ちょっと僕もこれはっきり分かったんで、まあ、はっきりとちょっと申し上げておきたいのが、結局オイルドレンボルトを外しますよね。で普通だったらオイル交換ごとにオイル、ドレンワッシャーを新品に変えるというのが、ね、まあ、推奨というか普通だと思うんですけど、僕はね常にそうしてます。1回オイル交換することに1回変えると。ただ人によってはなんかどうもね、そのオイルドレンワッシャーを2回に1回変えるっていうところもあるらしいんですよ。でおそらく今回のその潰れてたワッシャーが取れなくなってたっていうのは、おそらく1回目のつまり、初回点検のオイル交換時にそのままね、外したやつを、使ってるんじゃないかというね結論に至りました。つまり、2回目オイル交換2回目ですけども、まだ納車の時についてたワッシャーを、2回目まで使ってたんじゃないかっていうことで、ね、いろんな方にね意見を聞いた上で、そう判断しました。なので、まあ、オーバートルクの線はねさすがに僕がすごく信頼してる、整備士さんがいるんですよ。南海部品さんのね整備士さんで、僕の 25R からずっと担当してくださってる人ですごく信頼してるんですけども、その人に聞いたらまずその電動インパクトとか、まあ、エアインパクトとかオーバートルクで締めるということはね、まあ、まずしませんと。まあ、するところもあるかもしれないんだけど、その締める分でそういうインパクトを使うってことは、まあ、プロとしては普通はしないと。外すときは、まあ、使えますって言ってたんですよね。だからまあ外すときはね、まあ、いいにしても。でその線で考えると、おそらくその僕動画見せたんですよね、その信頼してる整備士さんに。そうすると、あこれはもうおそらくその溝がちょっと
深くなってたんで、あ、これ多分あの初回の時のオイルワッシュはそのまま使ってますねっていう風に、ね、判断されたので、あ、でそれをおっしゃってたね、あのコメントの方もいらっしゃったので、あ、なるほどなと、まあ、プロから見て、まあ、そういう風に見えるということなので、ほぼほぼ間違いないでしょう、はい。なので、まあそれに関してはそのお店お店のやり方っていうのが多分あると思うので、まあ、ドレーンワッシャー使い回しはその、ね、決して悪いわけではないと思うんですよ。もちろんいいわけではないと思うけど、なので、まあね、特段誰かを責めるとかいうことは、ね、しないでおこうと思います、はい。まあ、いろいろと、ね、勉強になりました。だからやっぱコメントを見てるとやっぱり、ね、ありえないと、追求すべきっていうね、コメントもいただきましたけれども、まあ、ちょっと今回は僕のね、勉強をさせていただいたということで、まあ、お咎めなしっていうのはちょっと甘いのかもしれないですけども、ただ決して、その、なんだろう、一概に間違ってるだろって、こう、強気でも言えるというか言えないというか、うん、っていう感じがするので、まあ、今回に関しては、ちょっと自分も勉強ということで、済ませたいなと思いました。はい。お騒がせしました。だからそのなんでじゃあ抜けなくなったんだいって思ってる方いらっしゃるかもしれないんで、まあ多分僕の想像ですけど、アルミワッシャーなので1回目でトルクをかけた時にペチャッと潰れますよね。で外します。2回目のオイル交換の時に外します。でペチャッてこう潰れてるワッシャーをそのまままたつけてギュッてまた締めるのでさらに潰れると。それによってそのなんだろう、ボルトのその径の部分、ワッシャーの径の部分はこう圧迫されて抜けなくなったっていう。そうだから1回目交換してて2回目でなるっていうことはオーバートルクの線が高いんですけども、1回目交換してないってなると、まあ2回ね潰してるってことなんで、まあ確かになということで、まあ僕自身ねすごく納得のできるね結果となりました。それをね言われてた方もいらっしゃいました。某緑の方とかもやっぱそう言ってたんで、やっぱりねさすがだな、やっぱり皆さん知識ある方はねやっぱさすがですよ、うん。僕もね勉強になりましたね今回の件に関しては。はい、ということでね、まあワッシャーの件はそんな感じです。さあで今日はね、こうやってまあちょっと遅くなりましたけども、慣らし運転に付き合って行ってきました。本来だったら、僕がねまだ大分県の5店舗目のトンタ大分大道店に行こうって言ってたんですけど、ちょっとね時間がかかりすぎるということで、結局クス店に行ってね、美味しい味噌ねぎラーメンを食べてきました、はい。大道店行きたかったんですけどね、まあ、でもやっぱ安定のうまさだったな。一人は豚骨ラーメン、もう一人は味噌ラーメンだったんですよね。でも味噌はねうまいからあれなんですけど、やっぱ味噌ネギを食べてほしいですね。話してたら腹減ってきた。で、まあクスにあるんでそのまま瀬の元の、レストハウスまで行って、でそこからね箱石峠っていうところに行ってちょっとヒャッハーしてきました。やっぱ楽しいわ、箱石峠は本当に楽しい。下って2キロ、もうすぐですね、はい。でその後にね、なんていうのかな、猫岳の、まあ、南側にそのまま回って大津のバイク神社っていうところになんか行きました。まあ道の駅の中にあったんですけど、バイク神社ね、なんかあれスーフォアかな、なんか CB ですよね多分。高いところにこうなんか祀られてましたね。初めて行ったっす僕バイク神社っていうのね。でそれで道の駅で休憩した後に、こうやってね熊本インターチェンジから乗ったっていう感じですね。で今に至るという感じです。はい、いや楽しかったな。天気がねやっぱすごく良かった。気候も良くてね、気持ちよかったです。途中ね寒かったですね。朝とやっぱ山の中に入ると16度とかなってたんで、やっぱちょっとそれが寒かったですけど、一応ねもう川解禁ということで、川とね中にね2枚長袖のやつを着てたんで、まあいい感じに体温調整できたなという感じです。いやこれからね秋、短い秋ですけど、ね、気持ちいい季節が続くんで、ね、楽しみですね。食らっております。高速はね今日使う予定なかったんですけどね。でちなみになんですけど、今度の月曜日、まあ今日が金曜日で月曜日が祝日ですよね。
でその祝日の日にね、川崎プラザ北九州さんがスパ直入りのコースを、ね、2時間ほど貸し切って走行会をするっていうことで、僕もね密かに参加しようと思ってたんですけれども、なんかね当日がねどうも雨っぽいんですよね。どう高っ、2900円、平日だからな、2900円は高いよ、ね、まあ、参加するつもりだったんですけど、どうもねちょっと僕自身なんか雨降りそうなんですよねっていうことで、今回はね参加を見送ることにしました。一応ねもう一人ね2号ある乗りの、知り合いの方とかもね誘って、行こうと思ってたんですけども、ちょっと走りに行って雨でしたってなってもなんか嫌なんで、もうこれだったらちょっと参加取りやめにしようということでやめました。またね次の機会がもう来年でしょうね、あるとしても、ちょっと残念でしたね。4R でスパナオイリ走ってみたかったんですけど、まあ、これはしょうがないなということで、コメントで確かナオイリ行きませんかって言われてた方もいらっしゃったんで、すみません残念ながら僕不参加ということで、はい、もし行かれるようであればお気をつけて、雨が本当に多分僕雨男の僕が言うんで多分降ると思いますんでお気をつけて行かれる方はね行ってください。はい、ということでこれから自宅の方に帰りたいと思います。信号引っかかっちゃうね、まあ今日は楽しかったっす。で天気も良かったしね。はい、はい、ということで以上みそねぎでした。バッシャーの件はねそんな感じで、まあ良き勉強になりましたということで、はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。